はい、こんにちは、クッキーです。6月29日、今日の配信やっていきたいと思います。さあ、団位戦、こちらの入室の、ところから今日はやっていきたいと思います。さて、ランキングを開いてみたいと思います。はい、私今53位で891ポイント、勝敗し2で持っています。50位の方が976ですので、あと85ポイントといったところでしょうかね。ワントップでひっくり返るところだと思いますので、ここトップを狙ってランキング入りを目指していきたいと思います。さあ、ちょうどタクの方も立ったようです。さあ、リーハイボタンを押してよろしくお願いします。よいしょ、リーハイボタン。さあ、なんちゃスタート。抜き抜き持ってますね。おっと、花さんになりました。これは、ラッキーなハイパイもらいました。さあ、マンズから嫌っていきましょうかね。ピンズ2ブロック、ソーズ2ブロックですね。ブロックがまだ全然足りないので、ブロックを集めていきましょう。こういう時は自敗から切っていきます。さあ、まだ4ブロックなので、E ピンも残したいところですね。さあ、今昼2時半なんですが、今日はハンドを取ったんですよね。5呼吸取って、まあ、勝敗マイティやろうかなっていう風な感じで思っています。いやー、しかし暑くなりましたね。もう外出て帰ってくるのが精一杯っていうようなとこでした。さあ、上田さん、おやり入りました。E ピンが現物だったので一旦切ります。難が問いつって、リャンシャン点、全然いける手ではありませんので、この難は、今、現物に立った今なりましたけれども、嫌っていきます。ペイですら切りたくないね、こんな時は。下茶さん、難は統一落としだったんですね。さあ、初ペイ、これが現物なので、最高のルートはペンチャッソーと、あと、まあ、酸素かなんか入ってのオタフクですけれども、うん、下茶さんが悩んでる、これはもうあっさり積もられましたね。さあ、チャッソー積もって、これは一通がつくのかな、一通チャッソーペンチ、チャッソーだからあれか、一通にならない方でしたね。さあ、リーズンワーカー、コッパの6000、3000オールの上がりとなりました。さて、9000点差で、とにかく一本場。抜きドライ引いてマンズ嫌ってきましょうかね。現状3トイツ、チートイツが現状一番早いんですけれども、リャンシャン点ですが、さあピンズも両面入って、これはメンツ手でいきましょうかね。ポンポンのパスオマリのタフクなんていうところも狙っていきたいかな。両ピンウソポン入ってもいいかもしれないですね。なんはいらない。これ白チュン重ねたら、まあ、バスを切りますが、大三元とかあんのこれ。さすがに大三元はブロック足りてるから無理ですかね。リャンピン、さあ引きました。バスを、僕クリックミスしてしまいました。白切ったつもりだったんですが、さあじゃあピンズのオタフクの方でしょうかね。ソーズの上側はもうオタフク狙えなくなってしまいましたので、3ピン周りのオタフクに狙っていきましょう。さあ、1枚ゲルの白は取っといて、初ポンの3ピン周りパーピンを添えたオタフクなんてところが狙っていきたいかな。チュン、あら、かぶっちゃった。まあいいや、三射棒、欲しかったかな。はい、さて、これは嘘をポンするのかな。嘘をポンして上がれるのが、まあ、初と3ピンだけだからな。オタフクはオタさんつくけど、ちょっと苦しいのかな。さあ、そんなことしてたら下茶さんに積もられました。これはメホンチートいいですね。ツモメンホンチートイ花、ハネマン4000、8000、一本場5000、9000を引かれました。さあ、二人沈みのラスでトン2曲です。親番になりました。ピンズが2ブロック、ソーズ1ブロック、3ブロックで、ドラ1の手ですね。まあ、パッとしないですが、ツモに行きたいですね。ソーズ2度受けですが、
リアメンタスできました。ロビンは怒った。となるとオタフクのルートが見えるかな、これは。うん、トン、トンから切るか、これは。うん、オタフクのルート、あれトン、ああこれ抜かれたから食い流れですね。うん、4ブロック一スチャッソは二度受け、イーソー二枚切れ、苦しいけどここもリーチでしょうがないかな。はい、リーチ打ちます。一スチャッソリーチドライチ、鼻抜けてないから、あれれれれ、やばいやばい、三本と思ったらチャッソで打ち取ることができました。リーチドライチ、なんかこれ残区は4000ですか、これは。お、うらさんここ、ラッキー、1万2000点拾いました。いやー、上茶さん3つポンってことは、これ無のシャンテンだったんですよね。統一って変な牌引かされたら100万の宝珠になってしまうところでした。サイバー回って、何2曲、あとトン2曲、1本場です。うん、3統一、チート以外やや早そうかな。なんから切って、なればトンペイも切っていきましょうかね。メンツ入っちゃう方が早い。うんと、吐く、泣きましょうか。チートで諦めてポン入ります。トンから切って、うん、リーチ、ちょっと何がって、一発消しときましょう。ポンしてペイをできます。これドアブリじゃないの、シングルリーですよね。さあ、テンパイ6層ローピン、ペン3ピン、これはテンパイ取りましょう。うん、パーピン取りませんでした。ペン3ピンとカンパーピンですか。リーチドライチ、26は3000、違う、これ5人になったね、裏止まって、5人の6000点です。さあ、1本まで7000かな。さあ、首が欠けてしまいました。さあ、点数持ってる親の下茶さんの親番です。うん、ピンズが2ブロック、なかなかの光景。想像も悪い形じゃない。あ、これも染まらないですね。E1 がドラね。 E1 はちょっとギリギリまで持ってきましょうかね。パーピン、ちょっと3層切りますか。これはE1、 E ピンの処遇が難しいですね。E1 は先入りなんでしょうかね。シャア。うん。どうしよう。中ポン。打つのは E ピンです。さあ、この形、ピンズの方が、いわゆる、リャンカンリャンメンっていうんですか、リャンメンリャンカンというんですか。4マだったら、リャンウーピンと、カンチーピンもリャンカンで受けになってるって形ですね。このウッパソーが入ったとき、これオタフクになるんですよね。リャングッパーピンとスーピンチーピンの受け、オタ1がつきます。このリャンメンリャンカン、オタフクでもいい形です。さて、 E1 ひどきなのか、ここ。いやー、難しいところだな。三面ちゃんにオタフクカンパスを入ってもオタフクのルートはなくはないんですが、うん、ちょっと遠すぎるかな。それよりも E1 ダイレクト引きの方が、町としては優秀なのかなと思ってます。さあ、上茶さん、いつもですね。さあ、イーソー、いつもでした。チュン、あれ、これは、オタヨンか。うん、ヤングソー、ノベタンク付き、オタヨンの上がりでした。はい、それではここからナンバに入ります。見た感じ、ソーズがいっぱい多いですね。シャアなんかもあって、さあ、ソーズ、おっと、これはもう染めてきましょうかね。E ピンから切っていきます。カンリャンゾーが入れば、まあ、ローピンマリオタフクなので、チーピンドラということもあって、ここは切っていきましょう。さあ、ソーズがだいぶ膨らんできましたね。これさっき言ったシャッソーとカンリャンゾーのところ。さて、テンパイ入りました。現状が、ギャンウッソ、これポンしたらオタフクつくね。よし、じゃあポンしていきましょう。イーソーを切って、
これはうっぱっそうの周りですね。おた4、3つぶれてる？おたさんかな？本一赤、おたさん。羽根の上がりです。さあ、これで浮きに回りました。さあ、今回冒頭に言った通りトップでランキング入りを狙いたいところなので、このまま点数もっと稼いでいきたいところですね。さあ、親番ですけども自敗が多いな。この5巡、あれ今ドラか。こういうのミスはダメですね。はい、さあ4巡の後かけて自敗を払っていく間に先行リーチが入んなきゃいいなというところでしょうかね。ということで安全度的なところを考慮して役牌から切っていきましょうか。おペイ、あと5つった。これは嬉しい。ペイを切らなくて済むっていうのと役ができたっていうところがその理由です。さあ、ここで4巡で見違えるほど良くなりましたね。両面両面、あとシャンポンかな、いいシャンテン持ってきました。さて、周り下茶さん長考の上に嘘をつもぎりで国士っぽい切り方をしてますね。数層が中からできた。さあ、ここはピーチ打ちます。お、開けるかどうか。開ける必要もないですかね。はい、あわよくか、あわよくば直撃なんかも狙いつつ、リャンピン、サブローピン、そしてペイの待ちです。さあ、ナンは中抜いてくれたのかな。これはパッソーは筋、うん、微妙にいってるような、いってないような。さあ、スーソーは大丈夫そう。しもっちゃさん、パッソーはこれ手出しですか。オープンリーチ、何待ちですかこれは。官老層と官両ピン、官老官両、官両ピンかぶってる。老層は老層で負けることがあるのかな。ペイも、おペイが出てきました。ラッキー。リーペイ赤、現状778000。リーボーついてるからトップ目一応見た目まくりました。はい、2000点差ぐらいですかここは。はい、何2局、うん、はい、いっぱい揃ってますね。これパピンドラか、9ピンから切りましょう。染まるのかな。何ポンしてローソンから出たらこれはもうポンでいいんでしょうけど、カンチーピン、ドラ含みカンチーピンを払ってまで染める必要があるのかな。ここはもういい、いいですかね。ウッパッソー両面ありますのでドラも切りたくないのでリーチ打っちゃいます。はい、リーチ、ウッパッソー、カンチーピン、リーチ、ドライチです。やっぱ3種12枚あればまあ十分ちゃ十分ですよね。カンスーピンはチーピンはと筋になりましたか。お、ラッキー、積もりました。リーズもドラ、リーズもドラ、ゴッパの6000、3000オール、1本も4000オールでしょうか。裏ドラ乗るかな。表示牌が何だった。はい、4000、5000オール。これでトップ確定になりました。ランキング乗るかな、ちょっと見てみたいところですね。うん、実は、この昇段戦というか昇ランキング戦、これ5回目なんですよね。さあ、周り大きく動きがなければランキング乗るので楽しみにしてるんですが、広告がここから入るんでしたっけ。広告はちょっと後で編集して切っちゃいますけれども、あ、この広告はいいな、クエーサー。はい、ということでランキング見てきましょう。49位乗ってないかな。あ、乗った、ラッキャったね。さあ、いよいよここから本番っていうところでしょうかね。まずは勝敗値3を目指して、
と、そしてこのランキング落とさないようにしながらやっていきたいと思います。それでは今日の配信ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。